皆さんこんばんは。花粉の季節が到来してくしゃみが止まらない元男の子の青木かのんです。よし、今回はですね、彼氏のわたるくんにドッキリを仕掛けていきます。嬉しいドッキリでびっくりさせてやろうと思います。今私はここ、パセラさんにいるんですけども、パセラといったら、そうです、名物のハニトーですよね。パセラのハニトーを注文するとサプライズみたいな感じで店員さんが入ってきてくれるんですよ。以前ですね、わたるくんにバレンタインでチョコを作るっていうことをやったんですけども、とんでもないものが出来上がってしまいまして、お詫びとして今回サプライズハニトーを仕掛けます。ちょっとちょっと見てくださいよ、パセラ名物ハニトー、チョコとイチゴのトンネルダブルハニトーとかも、あ、これめっちゃいいじゃん。でもショコラハニトーの方がいいのかな。もうここはやっぱりちょっと待ちます。では時飛ばし、どうもあたるです。今日はですね、かのんさんにドッキリ企画を仕掛けたいと思っております。イエーイ。この後のかのんさんとフリートークの動画を撮る予定なんですけども、最近僕らの動画の中ではちょっと刺激が足らないなと思っていて、なので撮影中に、突然ですね、帰らなきゃいけないという企画をやりたいと思います。突然帰っちゃった後にかのんさんはどういう反応するかというのをモニタリングしていきたいと思います。こっち、これお疲れ。お、なんか、なんだ、キャラが崩壊してるぞ。相変わらずもうおとりになられてる。うん、撮ってますよ。うわ、すげえ、クッションか。ね、すごいよね、これ。これ6人部屋かな ?6 人部屋。すげえ広いけど。そう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 。めっちゃ広い。え、今日は何の動画撮るんですか？普通に久しぶりのフリートークでしょ。そうですよ。今日、話す内容はこちら。今までやった企画の中で一番楽しかったやつは何？買い物1万円企画。ああ、じゃあ私の記憶に残った企画はですね、焼肉弁当ですよ。あなたが仕掛けてきたやつ。あ、どうですか、気づかないですか。今日眉毛をカットした。なわけねえだろ。頭頂部をトップを少し短くした。どういうこと。え、いや、ここら辺を少し薄くした。いや、ここを薄くしたらだってカッパじゃねえかよ、ただのふざけるな。耳出しですよ。耳出しの髪の毛の分け目を変えたんですよ。ほら、あ、そっか、見えないもんね。うん、変じゃない。全然変じゃないと思う。本当に、うん、変じゃない。全然平気だ、平気で。ちょっと待って、一瞬ちょっと行ってきていい？セットし直したい。はい。一瞬で持ってくる。オッケー。ですね、私がなぜ今ここで途中で飛び出してきたかっていうと、部屋からハニートーを注文するとバレるので、フロントに私直接今から言いに行きます。サプライズハニートーをちょっと注文します。で、カメラ仕掛けるの忘れてたんで、ちょっと今からカメラをセッティングバレないようにしたいと思います。テレビの影にちょっと隠れる感じでうまくやりたいと思います。サプライズのハニトー、サプライズハニトー、20分後とかになんとか聞けました。ちょっとね、なんかもう不安になってきた、この動画。やっぱね、仕掛けるっていうのはね、無理ですよ、私。無理、苦手。どうですか、変わってない。変わったんじゃん。変わったって言って。変わった、変わったから。もうほんとミリ単位の調整してきたんだね。ね、まあ、いいんじゃない、耳かけ。ほんと、うん、雰囲気全然違うね、変わるんだね。やった、ウィー。はい。なんか、なんで今回こういう動画撮ろうかと思ったかで言うと、うん、日本語正しい今の、うん、撮ろうかと思ったかとかってかな、みたいな。正しくない、正しくないか、はい、撮ろうと思ったかというと、なんか最近結構さ、うん、企画ものが多かったっていうかさ。ああ、まあその何かしらそうだね。なので、ゆるっとしたことをね、原点回帰しようじゃないかみたいな。でもなんかさ、コラボしたい YouTuber さんとか。電話だ、大丈夫。あ、いいよ、いい、うん、ね。大丈夫。
止めた？止めてない。お客さんのちょっとクレーム対応で近くの声が読まなきゃいけなくてちょっと懐かしいんだよ。え、今ちょっと緊急でクレームってだって今10時だよ。ちょっと本当やばい、これ戻んなきゃやばいからちょっと悪いんだけど。あ、いいよ、終わったらすぐ。うん、気をつけてね。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今回はこの青木かのんキャッスルにようこそおいでくださいました。で、今回は視聴者さんからいただいた質問箱のメッセージを失礼いたします。渡辺さん、ハッピーバレンタイン、失礼いたします。ありがとうございます。そうですね、本人帰っちゃったんですよ。帰っちゃいましたか。あ、でも、はい、あの、はい、いただきます。すいません。すいません、ありがとうございます。こちらは申し訳ない。あ、全然、それはないです。あの、勝手に、ちょっと急遽帰ることになっちゃったんで、はい、なんかめっちゃ恥ずかしい。本日の記念にお写真お撮りできるんですけど、いかがなさいますか。写真ですか。はい。すいません、失礼します。はい、チーズ。ありがとうございます。え、こういうことってありますか、なんか。いや、僕は知ってる限りはないですね。めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど。失礼いたします。ありがとうございます。そう、これあの、あれなんですよ。いや、ダメだ、動画撮る気分じゃないわ。いいや。バレンタインドッキリの、あの、バレンタインドッキリ、ああマジで、はい、俺もちょっとあそこにカメラセットして、どこ、あそこテレビの裏か、ほんとだ、ちょっとモニターねえ、マジで焼き食いじゃなくて、違う、だって書いてんじゃん、ここに渡るくんって書いてます、ほら、視聴者さん、もうほらめっちゃ食べちゃって今。いや、つかなんか胸が苦しいよ、靴脱げないもん、だって。いや、ほんと申し訳ない。あれだね、ドッキリとドッキリのぶつかり合い、そういうことだね。もう編集マンさんに送る予定の動画だから、これだから、ちょっとつけっぱなしのカメラだから、よかった、ある意味よかったわ、これ完成品が。すごいね。え、てかこれ元知らないけど相当食ったよ。こんぐらいあった。こんぐらい。あ、こんぐらいか。うん。すげえ美味しそう。いただきます。はい。どうですか。お、うまっ。
前のあのチョコバナナとどっちが美味しい？こっち。違うでしょ？うん、前のチョコバナナだよね。わたるさん、バレンタインって言ってきたからもう死ぬほど恥ずかしくて、うちで一人で記念撮影させられたんだよ。ふざけるなと、あの、まあ言いたいですけども、でもあのいい動画になりましたね、これもこれで。攻め合いすぎて、二人とも。やばいね、着地が見当たんない。やばい、どうしよう、動画お休みするしかないかな、みたいな。だから帰ってきてよかったよ。じゃあ閉めますよ。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もありますし、最近私はノートというなんかブログみたいなやつも始めたので、よかったらそちらも。そう、死んなかった、初めてよ今回告知なので、よかったら画面の下から見てください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。すみません。本当に良かった。本当に良かった。